私たち人体に必ず必要である血液。先日、日本の科学者グループが米国の輸血学誌で発表した開発に世界が驚きました。こんにちは、JNW パーソナリティ直之助です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は夢のような開発をした日本の科学者グループに関するニュースをお届けしていきます。防衛医科大学校をはじめ、早稲田大学などのグループが開発を進めていた人工血液。この人工血液を使った動物実験で成功したとの発表がありました。人工血液は人工の血小板と赤血球からできており、細胞膜成分で作られた袋に止血成分などが詰められています。出血による重篤な状態であるウサギに対し人工血液を輸血。本物の血液を輸血した場合と同等の10羽中6羽が助かるという実験結果に。また輸血による副作用もなかったそうです。これまでは代替血液というものが使われていましたが、これはあくまで失われた血液量を量的に補填するためのものでした。代替血液では本物の血液と同じ作用を促すことは不可能だったのです。しかし今回の実験で使用された人工血液はそれを可能にし、どの血液型にも対応しているため誰でも使うことができます。また1年以上の保存を可能としています。人工血液の開発成功により、今後事故現場や離島などでの救命率を上げることができると大きな期待をされています。今回の発表を多くの海外の科学サイトが取り上げており、世界中から驚きと称賛の声が続出しております。外国人たちから寄せられた声をご覧ください。海外の反応。もし人工血液が大量に作れるようになったら、毎年数百万単位の人命を救うことができるわけだ。これは医学的大発明になり得るぞ。日本人が本当にすごい。こういうのにも中国製が出てくるとかないよな。人類の終わりは近いな。人が神になろうとしているのだから。日本人だけ先に3020年の世界に行っちゃったんだな。この先臨床実験に成功したらまさに革命的だ。小説通り本当に日本人ってすごくない？シャーレイン・ハリスは未来を見てたんだね。現実世界の話じゃないみたい。嬉しい驚きではあるが、ようやく人工血液が実現可能になるのか。これで赤十字血液センターはだいぶストレスが減るね。ドラマ「トゥルー・ブラッド」の世界じゃん。人工の血液ってどういうこと？本当に人類にそんなことができちゃうの？ここまで来るとさすがに恐怖を覚えるんだが。どうして恐怖を覚えるんだ？今現在医療界では血液不足が深刻なんだよ。一方で血液を必要としてる人たちは増え続けてる。どうにかして解決策を見つけないといけないんだ。このニュースを一番喜んでるのは吸血鬼の皆さんだろ？何年か前にこのアイデアを教授に話したことがあるんだ。そしたらあざけるような笑みを向けられたよ。それはいいサインじゃないか。もし人が君を笑ったりクレイジーだと考えているなら、それは君が天才ということなのかもしれないんだから。全員が反対するものほど何かがあるはずなんだ。これがいいことなのか神への冒涜なのか、俺には何とも言えない。私の友達が親日家な理由は日本人が優秀だから。そのうち何でも治せる薬だって開発しちゃいそう。テレビドラマの中でも日本人が発明してたよな。原作の小説やドラマが出る何年か前に日本人が合成血液を開発してたんだ。そのことが小説にインスパイアを与えたんだと思う。ヴァンパイアとデートする女性がいたらというアイデアから私の作品は生まれました。ですが日本人の科学者たちはずっと前からこの計画に取り組んでましたね。シャーレイン・ハリス、まさかのご本人登場、すっげえ。緊急の場合にはかなり役立ちそう。救急車に積んでおけば事故現場ですぐに対応できるし。やっぱみんなトゥルーブラッドを思い出したんだな。コメント欄は俺を失望させなかった。日本よ、君は世界の進歩に貢献してくれた。血液型に関係なくっていうのが驚異的だよね。輸血がいくらでもできるようになるなら、そろそろ夢だったバイクの免許を取るかな。そしてこれは日本が一番である新たな理由だ。当初の目的通りに機能することになったら、この先どれだけの命が救われることになるんだろう。
素晴らしい。文字通り世紀の大発明と言えるね。日本人がこんなに優秀な理由は何なんだろうか。またとんでもないものが誕生したか。やっぱり科学こそが本物の神なのだよ。人工血液？本当に？日本人は次に何を作り出す気なんだ？レアな血液型の人にはかなり嬉しいニュースだね。これポテンシャルがえげつないな。また日本人がノーベル賞を取ることになるのか。もし本当にこの人工血液が一般化されたら、医学界どころか人類全体にとっての勝利だと思うんだ。